女子シングル予選をトップで通過したのはルーマニアのコンスタンティン。去年の世界ランキングは1位、ルーマニア史上初の金メダルを目指します。最後の選手です。ルーマニアオアナ・コリナ・コンスタンティン、予選をトップで通過した22歳です。特に菊池さん、予選の時のジャンプは高かったですね、はい、本当に群を抜いて、ジャンプの高さを持っている選手ですね。ルーマニア女子初優勝を目指しますコンスタンティン。曲はオリエンタルドリーム、オリエンタルな曲調に合わせての1分30秒です。このつま先膝の伸び感非常に綺麗ですね。注目のジャンプは前半に3つ、シザースリープ、パイクジャンプ、コンビネーションです。パイクジャンプ 0.9 をコンビネーションで行ってくるのはもう女子ではこの選手だけになるんじゃないでしょうかね。さりげないジャンプ動作も非常に高いですね。そうですね。そしてこのストラドルリープもしっかりと飛びました。ダブルイリュージョン、最後はフリーで、こちらのイリュージョンも本当に足の長さを生かしたような形になりましたね。曲調をうまく捉えてるんじゃないでしょうか。そうですね、個性的な曲を使っているんですが、コンスタンティン選手には非常に合っている曲ということになりますでしょうか。終盤に再びジャンプ2つ、小作ジャンプ、そして2回転のエアターンです。軸が綺麗に取れています。最後は3回転のターン、やや崩れましたけれどもそのまま持っていきました。初優勝を目指すオアナ・コリナ・コンスタンティン、ほぼ思い描いた演技はできたんじゃないでしょうか。そうですね、曲がやや遅い曲を使っているんですが、一つ一つしっかりと、そしてこのようなジャンプ動作の高さは他の選手を圧倒しますね。高いですね、はい、それだけで空気が動いていく感じがしますね。空間の使い方が非常にダイナミックに見えていく演技でした、はい、ルーマニアのベチェが 20.700 でトップ、上回ることができるかどうか。超えました。しかも21点に乗せてきました。 21.400。